はい、皆さんこんばんは。仏教神学研究会の秀昭彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。宗教金儲け説、まあ宗教っていうか、まあ、この中には宗教専従者、まあもちろん僧侶とか寺院も含まれますね、あるいは宗教団体、まあこういうの全部総括して、まあ、宗教金儲け説は正しいのかどうかという検証をですね、まあ、やってみたいと思います。まあ、仏教神学研究会にはですね、この宗教っていうのは金儲けじゃないか、金儲けじゃないかっていう、なんかもうそういうクレームとかですね、まあ、そういうのがもうたくさん来てるんですよね。で、まあ、内容も様々なんですよ。はい。で、今回は、この内容について、検証してみたいと思います。で、この宗教金儲け説っていうのは、まあ内容がまあいろいろあるんですけれども、まあおおむねこの4つぐらいに、まあ、まとめられるんじゃないかなというふうに私は思いますよね。はい。で、まず1つ目なんですけれども、仏教寺院とか僧侶が、信者さんとかですね、参詣者に、供養金とか布施を持ってこさせて金儲けをしてるんじゃないかっていう、こういうことを言う人がいるんですね。で、まあ、その仏教寺院にですね、その、例えばお賽銭を入れるとかですね、あるいは供養金持っていく、布施を持っていく、あるいは、葬儀とか法事をやってですね、その、僧侶が布施をもらう、あるいは、その、倒幕料ってのありますよね、あるいはそういういろんな、ごまたきとか、いろいろあって、そういうので、お金をもらってるから、金儲けじゃないかっていう説を言ってる人がいますね。はい。これが一つ目。二番目がですね、宗教者。だからこの宗教専従者ですね。あるいは宗教団体が信者さんを私物化して、機関誌とか教学誌とか、御所講義とか教学的な著書、あるいはその他の著書を信者さんに売りつけて金儲けしてんじゃないかと。こういうことですね。だから、この売りつけてるものはですね、その他の機関誌だけじゃなくて、いろんな書籍、あるいは、墓園とかですね、墓所を、まあ、信者さんに、その、いらないものまで売りつけてる。だから複数売りつけてるってわけですよね。はい。で、セールス勧誘してるとかですね。まあ、こういうような内容でございます。はい。これは2番目です。それから3番目はですね、まあ、これはもともと、創価学会の戸田情勢。二代会長が言い出した宗教金儲け、僧侶金儲け批判っていうんですね。まあもうほとんど、まあ感情的にですね、僧侶は金儲けだとかですね、宗教は金儲けだっていうことを、まあ、この戸田女性が言っていたわけですよね。はい、これが3番目。それから4番目はですね、仏教寺院の僧侶が、他の仏教寺院を指して、あそこは金儲けやってるんじゃないかっていう、こういうことを言う人がいるんですよね。で、まあ、大体、こんなような、まあ、4つぐらいにまとめられるんじゃないかなと思います。はい。それで、まずですね、最初、仏教寺院僧侶が信者さんに、供養金とか布施を持ってこさせて金儲けしてるんじゃないかと。お賽銭とか供養とか布施とか、葬儀、法事、当場などなので、そのお金を持ってこさせているという規範なんですが、まあ、これはまあ、当たってる部分もあるし、当たってない部分もある。わけで、ちょっとこれはね、仏教教義の関連ともありますんで、ちょっと、この、最初の一番目に関しては、ちょっと一旦今回は、ちょっと外したいと思いますよね。はい。それから次、二番目でございます。この宗教者、宗教団体が信者さんを私物化して、機関誌とか教学誌とか、御所講義、教学的な著書、その他いろんな本を売りつけてる、墓を売りつけてるっていうんですけどね。これはですね、まあ、最近では、まあ、日蓮宗宗とか創価学会を離脱、脱会した人、あるいは、離脱、脱会間際になってる人が、まあ、よくおっしゃいますよね。で、まあ、これに関しては、割とまだ、冷静に事実を見ていらっしゃるんじゃないかなっていうふうに私は思いますよね。はい。まあ、現実の姿を見て、あれはもう本当に、まあ、お金を持ってこさせることだけを
目的にしてんじゃないかという、そういうことを言ってらっしゃいますね。まあこれは割と現実的な批判をしてらっしゃるんじゃないかと思います。はい。それから3番目なんですけども、この戸田情勢が言い出した宗教金儲け、僧侶金儲け批判なんですけどね。これはですね、それは創価学会が今でもこれ言ってますよね。はい。で、これにですね、最近、創価学会を辞めて日蓮宗主に行って、で日蓮宗主からこう離脱する人、がですね、その創価学会批判の材料探しとして、なんかこれに飛びついてる人がいるんですよ。はい。で、まあ、宗教批判のなんかこう、キーワードみたいにですね、その、宗教金儲けた、金儲けた、なんてなことをですね、言うわけですよ。だからこれに関して言うとですね、もう事実を全然直視してない、なんか、ほとんど感情論に近いものがありますよね。はい。で、まあ、戸田情勢も、なんでこんなことを言い出したかっていうと、その、根底にはですね、僧侶別姓論みたいなものがあって、まあ、こういうことを言ってたわけで、まあ、これに、その、最近、創価学会辞めて日蓮宗主行って、日蓮宗主からそう離脱しようとしてる人が、これになんか飛びついてる人がいると。まあ、こういう感じでございます。続いて4番目なんですけども、この仏教寺院の僧侶が他の仏教寺院を指して金儲けしてんじゃないかっていう、こういう批判を言ってる人がいるんですよ。はい。これはどういうことかっていうと、まあ普段ですね、参詣者とか参拝者がほとんど皆無に近い寺院の住職が、大勢の参拝がある寺院ですね。例えば、善光寺とか、池上本門寺とか、身延山久遠寺とか、浅草寺とか、成田山新勝寺とか、川崎大師とか、まあいろんな普段いっぱい参詣があるお寺がありますよね。そういうお寺を指して、あそこは金儲けでやってるんですよ、なんてなことをですね、言う人がいるんですよ。まあこれちょっとあんまり、次元が高くないですよね。なんかほとんどひがみみたいな内容であってですね、こんなことをですね、私の目の前で言って人がいるんですよ。まあこんなこと言ってて恥ずかしくないのかなっていうふうに、私なんか聞いててそう思ったんですけども、まあこれはちょっとかなり、ちょっと幼稚というか、ちょっとあんまりこう次元が高くない話ですよね。じゃあまあこれもちょっと一旦置きたいと思います。はい。で、今回ですね、何を検証すべきかっていうことなんですけども、宗教が本当に金儲け目的なものなのかどうかっていうのは、実際の姿はどうなのか、実際のその実像とか実相を検証する必要があるんじゃないかということでございます。はい。で、最近ですね、まあ、仏教修学研究会の方にクレームとして入ってきてるのは、入ってきているその宗教金儲け批判っていうのはですね、この3番目のですね、この戸田情勢が言い出した宗教金儲け、僧侶金儲け批判の、内容のものとですね、ほとんど同じ。これが圧倒的に多いんですよ。はい。だから、元は戸田情勢が言い出したもんですからね。まあ、はっきり言ってこの内容っていうのは、戸田情勢の言い出したものの受け売り、まあ、二番煎じに近い、状態になっているということです。そうすると、じゃあ戸田情勢っていうのはなんでこんなことを言い出したのかと。はい。その、宗教金儲けだ。要するに、他宗の宗教、他門理を指してあそこは金儲けやってる、金儲けやってるっていうふうなことをですね、言ったんですよ。はい。つまり、何を戸田情勢はここで言おうとしたかっていうと、戸田情勢は、当時、その、日蓮宗主の信者さんとしてですね、それで、釈伏大進撃の指揮を取ったわけですよ。はい。で、その多宗派の、発釈して、日蓮宗主創価学会に入れと、いうことを言ったわけですよね。はい。だから、戸田情勢は、日蓮宗主創価学会だけは正しいんだと。他の宗教は全て邪宗、邪教で金儲けすぎだと。寺院は坊主の寝床だと。寺院には賽銭箱があるから金儲けだというふうに、ほとんど罵倒に近いことを、もう次から次から言って、もう、創価学会を洗脳してったわけですよね。はい。で、その、これらの、この金儲け批判をですね、創価学会員の洗脳、
釈明教大進撃のツールとして使って、創価学会員をどん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 増やしていったと。いうことですね。釈迦の指揮を取って、で、多数は金儲けやってんだから、うちに来いと。いうことで、会員を激増させていったと。はい。しかしながら、その、戸田情勢自身がですね、自分で、その、政教新聞を発行し、大学連合を発行し、いろんな著書を発行して、創価学会員に売りつけて利益を上げて、本部職員を雇って、政治的な勢力を拡大に利用 しようとしたわけですよね。つまり、戸田情勢が、つまり、この金儲け批判のこの B ですね、宗教者、宗教団体が信者を私物化して、批判し、脅迫し、ご諸行に脅迫的著書、その他の著書を信者さんに売りつけて、金儲けしてると。墓所とか、もう複数売りつけて金儲けする。そういう、この B のことをやったわけですよね。はい。自分自身が、その宗教ビジネスを展開したわけですよね。はい。で、この、戸田行政のやり方を、その次の会長である、その池田大作氏がそっくり真似して拡大していったと。はい。つまり、人間革命、小説人間革命を会員に売りつける。政教新聞のタブ数を、その、創価学会に売りつける。強引な財務納金。あるいは民音のチケットを売りつける。あるいは墓所を複数売りつけると。いうことで、どん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 それを拡大していって、まさに、金儲け路線、宗教ビジネス路線を突っ走っていったわけですよ。はい。そして、池田大作氏の収入っていうのはもう、昔はですね、その、年収がいくらって発表してたんですけども、年収数億円だと。いうふうな発表がなされてましたね。はい。で、本部職員も非常に高収入を得ていたというふうに、もう、宗教の中枢にいる人たちが、その、高収入を得るという結果を招いていたわけですよね。はい。で、こういうのが底辺にあって、今やですね、信者を私物化する宗教ビジネス、金儲け路線が、創価学会のみならず、日蓮宗宗系全体にこれが拡大しているということが言えるわけですよ。創価学会のみじゃないんですよ。はい。例えば、日蓮宗宗の第一蓮出版というのがありますけども、ここで、機関誌の第一蓮、あるいは書籍を売りつけていると。あるいは、信徒団体の北脚王連合会も、大脈王、機関誌の大脈王を売りつけ、いろんな書籍を売りつけていると。明観光もですね、機関誌の明観、あるいは行書、あるいは、いろんな、その、高等が書いた書籍を売りつけてるというのがありますよね。あるいは、検証会も、検証、機関誌の検証新聞を売りつけ、いろんな、その、浅井会長が書いた書籍を売りつけてると。あるいは、検証会は墓所も販売してますよね。はい。あるいは、送信会もですね、今、二つに分かれちゃってますけど、両方ともですね、機関誌を発表してます。日蓮宗宗昇進会はもう経営によってなりますね。それから法人昇進会は明府っていう機関誌がある。両方ともですね、でいろんな書籍を売りつけてますよね。さらに、ひやおやじ軍団はですね、もう、あざり化粧品の化粧品を売ってると。あるいはビラチラシ、DVD を売りつけてるわけですね。あるいは、今度は富士門流執着軍団もやってるんですよ。いろんなもう裸資料をですね、なんかコピーして、柄版のコピーしてですね、それなものを何万円の効果で売りつけてると。あるいは誰も読まない、なんか、ちんけな本を売りつけてる。あるいは、特異型にせんの同人誌を発行してですね、同人誌を売りつけてるってことをやってるわけです。こんな風にですね、日蓮宗宗系こそが、もうやりたい放題の宗教ビジネス、信者私物化の金儲け路線、宗教ビジネス路線を突っ走っていっちゃう。だからこの B ですね。B をもろにやっているんですよ。はい。それで、多数派はその、お賽銭をなんかもらってるから金儲けだ金儲けだっていうふうなことを言ってるんですけども、じゃあね、そんなお賽銭を、もらうことがですね、果たしてこれ金儲けになるのかっていうことなんですよ。そこを、まあちょっと、一旦ちょっと検証してみたいんですけども、これね、
まあ確かにね、いろんな寺院に行くとお賽銭箱があって、なんかお賽銭入れる人いますよね。でもお賽銭ぐらいでは寺院の僧侶の生活は成り立たないと言われてるんですよ。まあ以前の本文寺とかああいう大きなお寺に行くとまたまあたくさんそれはお賽銭入ってくるかもしれないけど、ああいうところはですね、まあお賽銭の金額も大きいけれども僧侶の数も大きいわけですよね。たくさんいますから、あそこはね。だから一概にですね、お賽銭ながらあみんなそれだけで懐があったかくなってるとは言えないんですよ。はい、それが一つありますよね。それからお賽銭を入れる人はこれは誰かに強制されて入れてるわけではなくて当人の自由意志で入れてるわけですよ。そんなお賽銭のなんかノルマとかそんなんないですからね。参詣した人が自分でお賽銭を入れてるわけです。まあ入れなくてもいいんですよね。はい、まあそんな感じでございます。はい、それからですね、この、まあ、日蓮召集系はあそのお賽銭を金儲けだ金儲けだって言ってんだけど、この日蓮召集系、まあまあ、最近ではですね、この当動画サイトでは日中宗というふうに言ってますけれども、その一番取っ払の大石寺旧世日中がですね、自ら、まあ、説法をした家儀章でお賽銭を肯定してるんですよ。はい、それは富士修学要旨第1巻の75ページ建議章の108条に載ってます。はい、それはどれかというとですね、これ富士修学要旨第1巻ですね。はい、これの75ページですね。はい、ここでございます。このね、108条ここなんですよね。はい、ここで、この大石寺旧世日中がお賽銭を肯定してるんですよね。はい、なおつて出るかというとこんなこと言ってます。法華宗の御堂南道へ他宗多門の人を参詣して三軍参らせ花を捧げることあり、これを制すべからず、すでに順延なるが言えなり、ただし大小の供養について出家の方へ取り次ぎ申して仏上人へ供養し申すとあらば一向取り次ぐべからず、方々の供養なるがゆえに余道罪の人たるべしと。まあこれ大石寺旧世日中の家儀章で有名な文なんですよね。つまり、法華宗の御堂だから大石寺の御堂、御堂というのは階段の大本尊が祀られているところなんですよ。そこに他宗多門の人が参詣して三具を持ってくる、あるいは花を掲げることあり、だからお賽銭とか持ってくるときあるから、それを制してはいけないと。これは順延なんだからこれを制してはいけない。しかし出家の方に取り次いで、その仏上人つまり日蓮に供養してもね、いうふうにもう、言ってきたらそれは取り次いではいけないと。それは方々の供養だから取り次いではいけないということを言ってるわけですね。だからまあ大石寺旧世日中はまあそのお賽銭はもらってもいいけれども供養はもらっちゃいけないと、これはあの方々の供養だってその不自由捨ては解いてるわけですね。はい、その有名な文が載ってるわけです。はい、でありますので、まあ一応大石寺旧世日中はそのお賽銭は肯定してるんですよね。だからここのところはですね、まあ日蓮召集系も言ってることは全然もうめちゃくちゃになってるんですよね。はい、でありますので、まあお賽銭ぐらいではですね、そんな金儲けやってるなんてとても言えたもんじゃないですよね。しかもこの金儲け批判のもとはこの賽銭を大石寺旧世日中はお賽銭を肯定してるんだから、このもともとですねお賽銭が金儲け批判だっていうのは大石寺旧世日中でもないわけで、それよりずっと後から起こってきてるわけですよね。はい、だからここのところでまるでもう日蓮召集系も言ってることは矛盾しちゃってるんですよね。はい、そうしたらですね、じゃあなんでこの信者私物化の宗教ビジネスが出てくるのかということになるわけですよ。はい、これはまあいわばですね、宗教団体とか宗教法人の弊害の一つというふうな言い方ができるんじゃないかと思いますよね。つまりどういうことかというと、何かしら団体とか法人ができれば、そこに専従の職員、だから専従の職員ってのはまあ僧侶とかも含まれますよ。僧侶持続も含まれます。
つまりその宗教団体、宗教法人によって名刺を食う人が出るわけです。だからそういう人を総括的に専従職員というふうに呼びますけど、そういう専従職員がいて、それでその信者さんの布施とか供養で生活する、まあ、つまり飯を食う人が出てくるわけです。はい。そうすると、信者さんとかそこに参詣する人はですね、まあ、要するにお金を出してその人たちを養っていかね、いかなければならないという矛盾が出てくるわけですよね。はい。だから、まるで、じゃあ、宗教ってのは何のためにやるんだと。その、専従職員を養うためにやるのかっていうような話になっちゃって、話がどん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 横道連れていっちゃうわけです。はい。そうすると、じゃあ本来、その、宗教の本義とは一体何かっていうことになるわけですけど、宗教の本義っていうのは、まあ、過去動画で検証しましたけれどもね。まあ、良いことを積極的にやりましょうと。悪いことはやってはいけませんという教えなわけですよ。これが、まあ、宗教の本義とは本義なんです。本来の教えなんですけども、でも、この良いことを積極的にやりましょう。悪いことをやってはいけませんという教えを解きましたと。ね。解いていったんだけども、この教えだけでは、仏教寺院の僧侶、寺院、宗教団体、というのは飯食っていけないんですよ。この教えを解いてるだけでは飯食っていけないの。はい。だから、この人たちは飯食うにはですね、他にやんなきゃいけないんですよ。いうことなんですよね。だから、まずね、この仏教寺院の僧侶、あるいは宗教専従者といえども、飯を食うことに、ことを根本に動いているということが根底にあるわけですよね。はい。飯食えなかったら死んじゃうわけですからね。はい。ですから、まあ、僧侶、宗教、専従者といえども、飯を食うことを根本に動いているという再生リストを作りました。はい。その中に動画いっぱい入ってますね。過去動画でまとめてあります。はい。だから、良いことを積極的にやりましょう。悪いことをやってはいけませんと教えを解いてるだけじゃ、宗教を、するに、要するに、解いている教祖とか、飯食っていけないわけですよ。で、飯食うには、その、お賽銭とか、あるいは苦行金とか、普通に持ってこる、来てもらわなきゃいけない。そうすると、宗教の役割っていうのが、一体何なのかってなってくるわけですよ。宗教団体とか、専従職員を、養っていくためになのかとか、そんな風に話が横に逸れていっちゃう、わけですよね。本来はそんな宗教団体とか専従職員を養っていくっていうのは宗教の本義じゃないんだけども、宗教の本義じゃないんですよ。でも、良いことを積極的にやりましょう。悪いことをやってはいけませんと教えをただ解いてるだけじゃ、教祖も宗教で、教えてる人もですね、飯食っていけないわけですよね。はい。そういう、まあ大きな矛盾が出てくるわけですよ。だからまあこれは、その宗教団体とか宗教法人の持つ、一つの弊害、矛盾の一つではないかなというふうに思います。で、ありますんで、まあ宗教の本義からすれば、わざわざ宗教団体とか宗教法人に入る必要はないんですよ。だから良いことを積極的にやりましょう。悪いことをやってはいけませんとなったら、何もだって、なんか宗教団体になんか入る必要ないんですよ。うん。個人信仰で十分できるわけですよ。うん。そうすれば、宗教団体とか宗教法人に金を出す必要もなくなるわけですよ。宗教専従職員を養っていく必要もないというわけですよね。だから、別に宗教団体に入んないんですよ。うん。そうすれば、個人信仰でやってきゃいいんだから。はい。だから、そういう矛盾からは、まあ、脱却できるということになるわけですね。はい。まあ、こういったこともありますんで、宗教は金儲けっていう一緒負担な作り方は、やっぱり正しくないんじゃないかなと、私は思いますよね。はい。つまり、まあ、こうやって信者を私物化して、この日蓮召集系のようにですね、日蓮召集創価学会、検証会、昇進会も、ひげおじ軍団も、藤文流集客軍団もやってるわけですからね、この日蓮召集系のように、宗教ビジネスを露骨にやってるところもあれば、やってないところもあるわけですよ。
あるいはまあ本を売ってるって言ってもですね、まあ布教の一環として本を売ってる寺院もありますけれども、まあこんな大辞典とか創価学会みたいなこんな派手な売り方はしてないですよね。あるいはまあ細々とですね、僧侶一人がやっとギリギリの生活をしている寺院もまあ多数あるんですよ。ですからまあ宗教は金儲けっていう一つのくくり方、一色単なくくり方はまあ良くないんじゃないかなと私は思いますよね。はい。まあしかしながらですよ、日蓮召集系ですね、まあ日蓮召集、創価学会、検証会、昇進会、ひげおじ軍団、藤井門流集団軍団などなどはですね、自分たちが問題ありありの信者私物化の宗教ビジネスをやっていながら、宗教ビジネスをやっていない宗派をやれ邪宗だとか邪教だとか金儲けだと言って罵倒してるわけですよね。こういう実に悪質な体質を持ってるわけです。これが良くないですよね。でありますので、もともとこれは戸田情勢が言い出した金儲け批判ですからね。戸田情勢が始祖の宗教金儲け批判は全くの誤りであると。事実を、まあ、冷静に見てですね、一つ一つ、検証していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますよね。だから、一足単に宗教は金儲けだっていう言い方は、まあ、あんまりよろしくないんじゃないかなと私は思いますよね。はい。はい、というところで、今回の動画の検証はですね、宗教、宗教占領者、僧侶、寺院、宗教団体、要請説は正しいのかどうかという検証をですね、お送りした次第でございました。関連動画、関連再生リストはですね、このアイマークのところですね、はい、こちらタップしていただきますと、ダーッと出てまいりますので、そちらからチェックをしていただければと思います。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。